パリ九区の一パリ九区の一パリの九区はフランスの首都パリ市を構成する二重の行政区の一つである。第九区パリ九区とも言う。市の中央のやや北寄りに位置しており、二区の北側に隣接している。パリの九区は市の中央のやや北寄りにある行政区。オペラ区と呼ばれることもある。市北部にあるモンマルトルの丘とセーヌ川の間の区域である。 人口は55,838人、1999年。人口の推移ー詳細については口述。区の名称は、市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、各区に付けられた番号を元にしており、遠区はその9番目に当たることから、9区と名付けられた。オペラガルニエのほか、ギャルリーラファイエットやプランタン各百貨店の本店、等がある。 もともとマレチ区から移動してきた貴族の館が並ぶ、セーヌ川左岸、七区周辺の貴族街に対して、四区や五区六区、6区等と同様、二区から九区にかけて、新興ブルジョアジーが居住した一帯にあたる。パリ九区の詳細地図第九形質、ガルニエグル九区は、パリ中央部のやや北より、一区の真北にある。セーヌ川の北の地域であり、 芸術の街、モンマルトルの丘の真南に位置している。面積は2.18平方キロメートル。北は同じパリの行政区である18区に接しており、北西の角はクリシー広場となっている。南は2区に接しているが、南西の一部は1区に接している。東は10区に、西は8区に接している。パリ9区のカルチエ小サイズパリの行政区は、 それぞれ4つの地区に区分されている。九区を構成する4地区の高度と名称は次の通りである。九区の人口は1901年に124,011人となりピークに達した。しかし、その後は減少を続け、1999年には半分以下の55,838人となった。2005年の推計では58,500人と、 見積もられており、人口の回復が見込まれている。人口の減少とともに、人口密度も減り続けており、1999年の人口密度は、ピーク時の半分以下の25,626人となっている。人口の推移の詳細は、次の通りである。グランブールバールコトポワソニエール大通りから、眺めるメトログランブールバール駅メトロプラスド。 クリシー駅のギマール製作の出入口パリの広場はしばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の島を道路が周回するロータリー以上の交差点となっている場合が多い。中心の島部分はオベリスクや緑地等に利用されている場合もあり、エトアール外線門があるシャルルド・ゴール広場は世界的に有名である。旧区の広場や交差点には 次のようなものがある。哲学者、アンリベルクソン女優アヌルクエメガカ、エリザベート・ルイーズ・ビジェルブラン、1782年、ムーラン・ルージュのミスタンゲットポスター・ムーゼ・デラビ、ロマンティック。ありがとうございます。